わしらこの島に流れ着いてからもう143日目になるってのに、クジラじゃねえ、船じゃ。言葉を学ぼうとしているのかね。そんなことより土佐に帰りてえってことを頼んでくれよ。土佐の土を踏むまでは死んでも死にきれんわ。知っとるかみんな、メリケンでは志を持って学べば何にだってなれるんじゃと。父さんにいた頃には逆立ちしたって見られなかったもんをこん目で見ることができる。父さんにいた頃にはまるで考えもせんかったことばかりじゃ。知りたい、わしはこの国の全てを知りたくてたまらないんじゃ。お集まりいただきましてありがとうございます。ジョン万次郎役をやらせていただきます溝口拓也です。よろしくお願いします。ジョン万次郎、初めてアメリカに渡った日本人としてすごく有名な人物ではあるんですけど、あまり一般的には知られてない部分もたくさん多かったりして、多分学校の授業とかで習わない部分がたくさんある中で、今回この舞台を通して、あ、こういう人生を歩んだ人なんだなということが伝わったらすごく嬉しいなと思います。すごい周りの人に支えられて成長していた人物で、いろんな人からいろんなものを吸収して、最後どういうふうに彼が成長を遂げるのかというところをぜひ見ていただけたらなと思います。五右衛門役の石原相馬です。よろしくお願いします。僕は1幕2幕両方通して五右衛門という役を、一役演じさせていただきます。で、結構五右衛門は万次郎ともともと一緒に漁をしてて遭難したうちの一人の人物なんですけど、後半まで一緒に万次郎と行動していることが多くて、万次郎がやっぱり好奇心旺盛で、いろんなことを知りたいっていう感性を持ってる中、五右衛門とかはちょっと万次郎を止めようともするけど、それでも万次郎はグイグイいっちゃうみたいな、なんかそこでより万次郎のなんか好奇心旺盛さがなんか際立てばいいなと思って演じております。ドラえもん役、そして福沢諭吉役の正木薫です。よろしくお願いします。僕は今回2役演じさせていただきます。一人はドラえもんという役で、彼も、ジョン万次郎と一緒に漂流してアメリカに渡った男なんですけど、やっぱりそのジョン万次郎とは対照的に、新しいこととかまだ分からないものに対して恐怖があったりとか、まだ近づきたくない、積極的になれないような男なので、その男が、メリケン、アメリカに行った時にジョン万次郎との この差だったりだとか、対応というのがすごい見どころになるんじゃないかなと思ってます。そしてもう一人は福沢諭吉を演じさせていただきます。その学問を探求して偉大な功績を残す前にジョン万次郎と出会ってどういうことに影響を受けたのかとか、彼が何を思ったのかとかは、この舞台で、僕なりに表現していけたらいいなと思っています。そして、見どころはですね、初めてその日本人が、今回で言えばメリケンですね、そのアメリカの外国の人と接した時に、その言語の差だったりとか、通じないけどどうにか言葉とか自分の気持ちを伝えようっていうのがすごく今回面白く描かれているので、その点とかもすごい注目していただけたらいいなと思っています。以上です。この劇場入ってからなんですけど、僕ずっと一昨日自分の後ろについてるこれがずっと自分の毛だと思い込んでて僕ずっとみんなに、僕こんなに髪伸びたんだよっていうのをずっと言ってたら、最後の最後で、まあ突き上げなんだけどね、それで僕はすごい恥ずかしみを受けたっていうのだけエピソードです。可愛いって話可愛いバカだなって話すごい喜んでたもん。めっちゃ喜んでたんですよなんかこうちょっとこれかっこよくないとか言って、影ライトになった影とかを見ながら言ってたのに、龍馬っぽいよねって言ってたもん、ね、そう、ちょっとこれ某福山さんの龍馬彷彿とさせるぐらい影だけならみたいに言ってたの楽屋に戻ったら全然髪の色が違うセットがなかなか組めなかったっていうのも大きかったっていうか、大きいんで大組できてからやるとすごいスリリングだなと思いながら、そうね、本当に気をつけないと、出来上がったらすごい怖かったね。本当に怖くてだいぶ緊張感がより増しましたね。はい、今回その2役演じる方が多いので、その役作りの上ですごいなんか稽古中にどん見つけようとする方が多くて、僕もそうだったんですけど、だから初日の稽古ではちょっとおとなしい演じ方をしてた人が、次の日にはすごいひょうきんな、同じ人間を演じてるのにひょうきんに演じてたりとか、そういう違いがもう稽古中は面白くてもう爆笑してましたね。
舞台ジョン万次郎、本当にあの教科書で名前だけ見たことあるっていう方がやっぱりすごいたくさんいらっしゃって、僕の周りにもたくさんいらっしゃる中で本当にこれを取り上げていただき、しかもそこに出させていただけることが本当に光栄ですし、 K さんがおっしゃってましたけども、嘘のような本当の話で一幕で怒涛のようにどういう人生を歩んだかっていうのが描かれています。なのでその歴史が苦手という方もたくさんいらっしゃると思いますし、僕自身正直そんなに得意ではないんですけれども、本当に楽しんでます今。その歴史が得意不得意ではなく、こういう一人の人生物語っていう風にあの見ていただけると思いますし、あの迫力もありますし、ちょっと見てみようかなっていう風な感覚でぜひ来ていただけたらなと思います。僕らは全力で、本当にここに少ししか立っていませんけれども、本当にたくさんの人数の方に支えていただいてこの舞台は成り立っていますので、その勇姿をぜひ見に来ていただきたいなと思います。よろしくお願いします。ありがとうございます。